Thank you.
その琉球上川流本部の、
トカラセント先生がね、今度はあの日比谷の野音の琉球フェスティバルに来るので皆さん来てくださいっていう宣伝をやりたかったわけですよね。ということです。はい、全部混ざっちゃいました。はい、そんな宮城富雄先生です。はい、どうもありがとうございます。富雄先生ちょっと待ってください。じゃあ続きましてはどんどんいきますよ。青柳風花ちゃん、去年のチャンピオンですけども、この大会ではトロフィーは三振となっております。三振トロフィーの返還式を行いたいと思います。ふーちゃんどこ行った？なんか結構オープニングからグデグデやね。え、ふーちゃんいない？嘘でしょ。俺はオープニング用意あるから来るようにって言ってんだけど、業務連絡です。青柳風花さんいらっしゃいましたら至急。はい、もう間に合わないですね。じゃあ沖縄三振トロフィーはまた後ほど返還にしましょうか。すごい、なんかすごいですね、手作り感満載な感じになっちゃってますけど、もうしょうがないですね。ふーちゃんいないですもんね。はい、青柳風花ちゃん、あの今年中学生ですけども、あの去年のグランプリを取りまして、あの1年間修行してまた皆さんのところにいい演奏を届けられますので、後々、チャンピオンステージあります。どうぞその時楽しみにしてください。じゃあここで皆さん拍手いただきますか。はい、それではどんどん行っちゃいますね。ふーちゃん遅いよ。行く？行ける？はい、おいでおいでおいで。はい、あしたましてください。この人が青柳風花です。はい、そしたらじゃあ僕はこっち行きます。はい、じゃあこの人です。はい、ちょっと待って。はい、はい、皆さんに顔見せて、顔見せて。チャンピオンと思えばこんなに可愛らしい女の子が出てきてしまうという、この彼女が多くの大人をめったきりにしてないんですけど、してチャンピオンになりました。それでは13回大会優勝者ふーちゃんから大会顧問へトロフィーの返還式です。ダー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 。後でいっぱい話聞きますのでよろしくお願いします。ちゃんと来てくださいよ。はい、青柳風花さんでした。それでは、もうおなじみだと思うんですけども、大会のね、このルールの説明です。ルールの説明、今から出場者14組出てきます。14組には、グランプリ、準グランプリの他に3位、その他に特別賞が2個送られます。ね、特別賞で、この特別賞は一応あの皆様にはどうやって選ばれたかというのはここでは内密にしておきます。で、この投票の仕方でございますけども、投票用紙皆さんありますか？ちゃんと、プログラムのに挟まれていなかった方はすぐに申し出てください。紛失された方は再発行できませんのでご注意ください。プログラムにもありますが、丸が2つ以上であったり4つつけてある場合は無効となります。丸は必ず3つつけてください。丸の獲得数が多い上位3つのグループにグランプリ、準グランプリ団3位が授与されます。他にも特別賞が用意されていますのでどうぞお楽しみにしてください。大丈夫ですね、ここまではね。名札をつけてるスタッフに質問したらいろいろ答えてくれるので、もし分かんないことがあったら聞いてください。よろしいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、それでは会場内でのお願いです。会場内は飲食禁止です。ロビーでお願いします。泡盛もね、本当は飲みたいところですけども、我慢してくださいね。この中ではね、喫煙は所定の場所でお願いします。藤沢市民会館はどうやら敷地内は全部禁煙になってしまったらしいんですよ。なので喫煙者の皆様はちょっと敷地外に出なきゃいけないんですけれども、頑張ってそこまで行ってください。はい、携帯電話今ありますよね、いっぱいね、皆さんね、まずはマナーモードに、してください。今この時間でやっていただけますでしょうか。携帯電話マナーモードにしてください。はい、演奏中にプルルルの鳴らないようにお願いします。お願いします。最近は iPhone ですからね、
自分の音が鳴ってるのか人の音が鳴ってるのか分かりづらい時ありますけども、皆さんマナーモードお願いしますよ。音が出ないように。写真もね、あまりフラッシュとかはちょっと遠慮してくださいね。照明効果にいろいろ影響が出ちゃいますので。はい、それと演奏中の出入りホールでの進行はご遠慮ください。ただステージで頑張ってる人たちの応援はぜひ大きな声で大きな振りでやってください。お願いします。あとチケットの半券を受付でご提示いただければ再入場は可能です。あと半券は三振プレゼントって今日ありますけれども、全部終わった後にね、あのさっきの宮城不二雄先生が三振を寄付してくれましたので、皆さんのところに三振が当たります。これは三振を今持ってない人っていうのが実は対象なんですね。持ってる人はね、ぜひ次の、なんていうの、ビギナー、三振しちゃう、広げてあげる意味でチャンスを譲ってあげてほしいんですね。はい、大丈夫ですかね。ただ自己申告なのでね、持ってるか持ってないか僕らわからないので、はい、続けます。本大会は長時間になりますので、ご自身の心地よい範囲内でお楽しみくださいということなんですけども、この会場ね、えらい暑いことになってますよね、これね。暑いですね、今ね。午後の区分からね、エアコン入るはずなんですけど、エアコン入ってますか？エアコン入ってる？あ、入ってるらしいです。これから効いてくるらしいですね。じゃあ、いい、涼しいところで、楽しみください。大丈夫ですか？ここまで何か質問のある方？大丈夫ですね。じゃあ、そろそろ僕の話はやめて、トップバッターの紹介に行きたいと思います。そしたら客電話を消していただいて、ステージ上の暗い感じで音調を上げていただいてもよろしいですか。それでは第14回湘南三振のど自慢大会トップバッターの紹介です。じゃーん、あれお名前は石川純さんと、石川純とブルブルビー。依頼を言うとは愛おしいという意味だそうです。初めて三振に出会ったのは八重山諸島の竹富島。島の道には浜辺の砂が巻かれていて、月の段には月明かりで光るのだと教えてもらいました。教えてくれたのは水牛車に乗っていた三振引きのお兄さんで、思えばそのお兄さんに三振の種をもらったのでした。今日はそんな月夜の島の風景を思いながら歌いますとのことで、エントリーナンバー1番、石川純とブルブルミー。曲は依頼を付き合うのです。どうぞ。
ユニットです。おじは自主制作で CD も出していますが、素人ミュージシャンです。メイは琉球大学在籍時代に琉球芸能クラブに所属して三線を演奏してました。このたびメイが関東で就職したことをきっかけに、このユニットができました。レオという曲はメイのオリジナルソングで、亡くなった友人に捧げた曲です。この曲は YouTube にもアップしているので、ぜひともご覧くださいとのことです。それではエントリー2番、秋山ファミリーによる曲目はレオです。どうぞ。
はい、ありがとうございました。レオさん、一体どんなご友人だったんでしょう。おじとめいによるって書いて、長く書いてないんですよ。あ、どうも、お疲れ様でございました。はい、あの普段もどうぞ前の方にお顔が、はい、見えるところで、はい、あの普段もう音楽活動をなさって2人でやってるんでしょうか。ここで2人やるのは初めてですね。あ、今日が初めて。これからこれを機にバンドをやったりとか。やりたいですね。やりたいですよね。あのこの曲についてちょっとなんかエピソードがあればぜひ聞かせていただきたいなと思います。はい、そうですね、私と高校まで海外に住んでたんですけれども、海外に住んでた時の友達が亡くなってしまったことをこうどうにか自分の中で盛り上げよう、これを気になりか作ってみようと思ってこの曲を最初作りました。レオくん、レオさん、レオさん、レオちゃん、レオくん、レオくんに届いてますかね。届けました。届きましたかね。ぜひなんかね、これからももし自主制作 CD 出してほしいということで。ああ、もう何十年も前なんですけど、CD を出してます。素人とか書かないでください。ミュージシャンはミュージシャンじゃないですか。自主制作なんで、もう自己満足もあるんですけども、2枚作りました。まだある。なんで2枚作る？あ、2枚か、2種類作ったってことですね。はい、2枚作る。じゃあぜひ秋山ファミリーの CD もこれから出していただいて、はい、またレオ君の歌もぜひ歌っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。の紹介です。昭和ノスタルジックエメロンズです。私たち昭和ノスタルジックエメロンズは横浜ゆいの会数字三振教室の昭和生まれで結成した4人組です。今日演奏する曲は木名翔英先生作曲のスクチナ兄さんです。この曲は男女でお互いをけなし合うユニークな歌詞と軽快な三振のリズムが楽しいコンピュータです。飲みの席で培ったチームワークは抜群、小気味の良い男女の掛け合いをどうぞお楽しみくださいということです。それではエントリーナンバー3番、昭和ノスタルジックエメロンズの皆さんで、曲目はスクチナ兄さんです。どうぞ。Yeah.
Thank you.
ティア活動はどうやって実現してるんですか？沖縄に来た時にして。どう考えても沖縄の人としか見えない顔ですけど。あ、おいっ子です。おば。じゃあ沖縄に来た時はこのユニットが、夢のユニットが実現するんですね。あの、聞いたことのない冷やかし節で、大変このアレンジでなんかこう、工夫したところとかあるんですか？ごめんなさい、質問が難しいよね。なんかふわふわね、やっぱ緩急。普段はお仕事はどんな感じで？お仕事は飲食店だ。料理人？ピアニストじゃなくて。ピアノは、じゃあ、そう。趣味ぐらいな感じ。そうですか、冷やかし節。次はどこで聴けるんですか、これ。沖縄で。じゃあぜひライムというグループで。リホさん、ちなみにさっきカジュアル風太鼓来なかったでしょう？太鼓止まりました。え？この人今日のオープニングのカジュアル風で太鼓叩く予定だったんですけれども、あれなんか少ないな、なんか少ないなと思ったらリホさんがいないんですね。あれ今日沖縄から来てくれたんですよ、昨日からね。後ほど国道の演奏もありますので、ぜひ楽しみにしてください。それじゃあ、おいっ子さんの、お店の宣伝もして終わりましょうか。新宿のパイカジで働いてるので来てください。有名だよね。すいません、お店の話をごめんなさい、すいません。パイカジですね。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いやー、もしもですね、いろんな影響があるんですね。続きましては、5番紹介です。私たちは千葉を中心に三線教室を主催している宮里秀和先生の門下生で作ったグループです。メンバー7名のうち6名が千葉県生まれということで、千葉の名産品である落花生を由来にグループ名をジーマミーズと付けました。今まで沖縄居酒屋や地域の夏祭りで演奏経験はありますが、ホールでの三線演奏は今日が初めて。緊張していますが胸を張ってサバクイを歌い上げたいと思います。お、サバクイという名前が出ましたね。皆さん偉いですね。ちゃんと先生の名前をこうやって書くという。